はいどうも、こんにちは、ブチャンネルでーす。今回の動画は、ミニゲームでね、53,000点達成したので、その辺のね、どういう感じでプレイしてるかっていうのを、今回解説していこうかなと思います。で初期配置はね、こんな感じですね。はい。真似してください。まあ、まず最初にね、キロをマックスまで上げるんですけど、一つね、まあ、ここから見せるテクニック、PC 限定なんですけど、エスケープでね、ゲームをね、一時停止しながら、カーソルだけ行きたい場所に動かすっていう小技を使ってます。これを使うタイミングなんですけど、まあ、画面で見ている通り、クイックスタートの時と、スキルを使う時ですね。はい、後半とか特に、めちゃくちゃ敵が増えてきて、処理する場面がね、増えると思うんですけど、この時もね、操作ミスがだいぶ減ります。でね、キロをマックスまで上げるとは言ったんですけど、基本的に、ニケ、最初、序盤ですね。序中盤は、左のスキル、マックスまで強化した後の左のスキルを2段階、で、右のスキルを1段階まで上げてます。クラウンに関しては、前線の、やっぱ火力を出してほしいので、まあ、タイミングはね、決めてはないんですけど、右のスキル、クラウンはマックスにしちゃってます。はい。タワーの攻撃力を上げるっていうスキルをマックスまで振っちゃいます。このゲームやっぱね、ウェーブごとにランダムで敵の流れが変わるので、正直なところ、上げ方は本当にその場次第といったところですね。今回は、まあ、この後ね、流れるよう、見てもらえればわかるんですけど、下、直通で、まっすぐ来る敵が多かったので、まあ、モダニアを上げつつ、グレンも一緒に上げるっていう感じで、上げてます。はい。まあ、正直ここら辺は、ゲームの進行に序盤は影響を与えないので、まあ、よっぽど下手なことしなければ、序盤は全然余裕で乗り切れます。はい。なので、その後のね、タワーの配置だったりとかは、ここからどんどん流していくので一緒に真似してもらえればなと思うんですけど、ここでね、一つ、注意してもらいたいのが、さっきもね、言ったんですけど、ランダムなので、ルートがね、どうしてもきついルートを引いちゃうときって、全然あるんですよね。はい。何回かね、試行回数稼いで、こういう感じなので、まあ、真似しつつ、何回かね、回してもらえれば、スコア伸びると思うので、まあ、見ながらね、真似してもらえたらと思います。ちょっとね、後半ね、疲れと、いけるぞっていう緊張で、ボタンを離しちゃった時があって、クラウンのね、スキルが右下の草むらに打っちゃったりとかは、ミスがあったんで、もうちょい正直、スコア伸ばせたと思うんですよ。ちょっと悔しいんですけど、そういうね、シーンも、お見せしてしまうんですが、ご了承ください。先に謝っておきます。で、一応ね、話を戻して、こっからはね、タワーについてなんですけど、まあ、これに関しても、流れを見ながら置いていきましょう。で、コツなんですけど、もうきついってなってから、きついところに置く。それだとね、遅いので、まあ、別に置かないよりはマシなんですけど、きつくなる前に、きつくなりそうな、こっちに来そうだなっていうところに、タレットだったりね、置きましょう。上下ですね。やっぱり直通で来られる場合に、ちょっと手薄なんですよ。上も下も。まあ下はね、グレンがいるんですけど、まあやっぱりね、足早いやつとかが来られると、まあ抜かれちゃうんですよね。上に関してもまあ、キロ、ラプンツェル、まあ上の方が若干、楽にはなってるんですけど、この配置は。下はね、ニケ2人しか対応できないので、下の方に、毎回、タレットを置いてます、先に。まあ、ぶっちゃけこれもね、状況次第なんで、真ん中に、氷を、まあ、今回は真ん中先に氷を置いたかな。置いてるんですけど、まあ、先にタレット置いてもいいし、状況判断しつつ、配置をしましょう。で、置く、タワーなんですけど、3種類かな。氷の範囲で、遅くするタワーと、ビームタレットみたいな感じ。の、右側の進化ですね。相手の攻撃力を、相手の耐久力を、下げるタレットと、さっきも言ったんですけど、左下に毒の、マシンガンのタレットかな。マシンガン派生の毒のタレットを置いてます。自分がね、参考にした、方がね、毒を置いてたんで、真似してるんですけど、ここね、範囲のマシンガンを取ってる人も、見ました。はい。なので、まあ、ぶっちゃけ左下のタレットに関しては、自由なのかな。と思います。その方はね、6万とか言ってたんで、まあ、何回も言うんですけど、運もあるんで、正解は多分ないんですけど、まあ、1個あげるとしたら、範囲広いタレットを置いた方がいいです、左下は。結構このゲーム画面外に行っても、ライフ減らずに、まだなんか、とことこ歩いてることが
あるので、範囲広ければ広いほどギリギリまでね、射撃してくれるので、意外と粘って、倒してくれることがあります。で、ここからはね、タワーの強化についてタイミングだったり、二家の強化に戻るタイミングだったりを、お伝えしようと思います。このね、動画、生配信のね、5万3000って言った時の切り抜きなんですけど、この後もね、何回もプレイして、だいたいこういうタイミングで強化を、切り替えていくっていうのが、確立してきたので、その辺をね、共有していきます。最初にね、二家を強化すると思うんですけど、強化終わってから、状況に合わせてタワーを設置していきます。はい。で、そのタワーの強化度合いなんですけど、基本的に自分は、進化させて、左の特殊スキル、攻撃の時にね、追加の効果が出るところを1段階まで取ったら、次のタワーの設置に移ってます。で、その配置が全部終わったタイミングで、二家の強化にね、また移ってます。このゲーム二家がやっぱり強力なので、二家タワーをとりあえずマックスまで強化するところまでが、ワンセットになるのかなと思います。二家の強化が終わりました。タレット配置しながら強化します。で、また二家の強化。二回目の二家の強化はもうマックスまで自分は振っちゃいますね。はい、マックスまで強化してから、またウェーブを見つつ、薄くなりそうな、薄くなりそうじゃないね、敵がいっぱい来そうな、密集しそうなところのタワーを随時上げていくっていう、感じにしてます。タワーの配置場所と種類に関しては、ま、このままね、見てもらえれば、真似してもらえればいいかなと思うので、考え方だったりとか強化のタイミングだったりは、そういう感じで自分はやってます。ま、あとはね、回数重ねてください。どうしても完璧にやっても伸びないときは伸びないんで頑張って回数重ねて、いいタイミング、いいね、ウェーブを引けたら全然5万6万いけると思うので、皆さんもね、頑張ってください。ぜひね、コメントとかで点数ね、自慢してもらえたら、モチベになるんで逆にはい、ぜひね、ぜひコメントしてください。正直ね、この時どうやって、プレイしてたかね、完璧には覚えてないんで、今言った解説とちょっと違うところあるとは思うんですけど、基本的に今言ったので間違ってはないので、お前ちょっと言ってることとちゃうやんけってなる場面もね、もしかしたらあるかもしれないんですけど、単純にその時忘れてたのと、この生放送の時のね、後にも何戦もプレイしてるので、その時のね、経験も踏まえて、今回動画を作っているので、その辺のね、ちょっと齟齬があるかもしれないんですけど、ご了承ください。というわけで、まあ、伝えたいことは、伝えきれたので、あとはね、はい、このまま垂れ流しておくので、まあ、生放送でもね、しばらくミニゲームとか、プレイするので、ぜひね、そちらにも遊びに来てくれると嬉しいです。はい、では、どうぞ。あなたたちがいるべき場所へ。行くぞ。天地万物を切るとはこう準備できました。普通も絶望もない世界、ガーデンオブシャングリラ。トロンメ、全速力でクラウン王国の起動。行こう、タロス。了解。行くぞ。天地万物を切るとはこういうことだ。準備できました。帰ってください。あなたたちがいるべき場所へ。準備でき、普通も絶望もない世界。キロ、行こう、タロス。了解。トロンメ、全速力。クラウン王国の人。行くぞ。天地万物を切るとはこういうことだ。準備できました。普通も絶望もない世界、ガーデンオブシャングリラ。準備できました。帰ってください。あなたたちがいるべき場所へ。キロ、行こう、タロス。了解。行くぞ。天地万物を切るとはこういうことだ。何事ですか。キロ、行こう。トロンメ、クラウン王国。準備できました。普通も絶望もない世界が。私はここにおる。行くぞ。天地万物。準備できました。帰ってください。
あなたたちがいるべき場所へ。キロ、行こう、タロス。準備できました。普通も絶望もない世界、ガーデンオブシャングリラ。トロンボ、クラウン王国の光のもとにひざまずきなさい。行くぞ。天地万物を切るとはこういう。キロ、行こう、タロス。了解。準備できました。帰ってください。あなたたちがいるべき場所へ。準備です。普通もです。行くぞ。天地万物を切るとはこういうことだ。準備ならもうでき。私ですか。何事ですか。キロ、行こう、タロス。トロンボ、クラウン王国の光のもとにひざまずきなさい。行くぞ。天地万物を切るとはこういう。準備できました。帰ってください。準備できました。普通も絶望もない世界、ガーデンオブシャングリラ。行こう、タロス。了解。トロンボ、クラウン王国の光のもとにひざまずきなさい。行くぞ。天地万物を切るとはこ。キロ、準備。行こう、タロス。了解。準備できました。普通も絶望もない世界、ガーデンオブシャングリラ。準備できました。帰ってください。あなたたちがいるべき場所へ。はい、どうぞ。行くぞ。天地万物を切るとはこういうことだ。キロ、行こう、タロス。準備できました。トロンボ、クラウン王国の光のもとにひざまずきなさい。行くぞ。天地万物。準備できました。帰ってください。あなたたちがいるべき場所へ。キロ、行こう、タロス。準備できます。普通も絶望もない世界、ガーデンオブシャングリラ。準備ならもう。はい、どうぞ。私ですか。トロンボ、クラウン王国の光のもとにひざまずきなさい。行くぞ。天地万物。キロ、行こう。私はここにおる。強く。私ですか。準備できました。帰ってください。あなたたちがいるべき場所へ。準備できました。普通も絶望もない世界。私はここに。修練ではな。私ですか。行くぞ。天地万物。キロ、行こう。トロンボ、クラウン王国の光のもとに。はい、どうぞ。期待は裏切りません。準備できました。帰ってください。準備できました。普通も絶望もない世界。行くぞ。天地万物を切るとはこ。はい、期待は裏切り。私はここにお。強くなる。私ですか。キロ、行こう。私ですか。私ですか。タロス、整備が終わったよ。ど
を。行くぞ。天地万物を切るとは。ドロンメ、全速力で行き、クラウン王国の光のもとに。準備できました。普通も絶望もない世界、ガーデンオブシャングリラ。私ですか。ヒロ、強くなりました。準備ならもうできています。準備できました。帰ってください。あなたたちが。行くぞ。天地万物。ヒロ、行こう。準備ならもう少し大きくなりたいです。準備できました。普通も絶望。ドロンメ、クラウン王国。準備なら。なんと、まあ、私の体をこんなにも好き勝手に扱うなんて。行くぞ。天地万物を切るとはこういうこと。キロ、行こう。タラス、準備できました。帰ってください。あなた。準備ならもう少し。私。はい。私はここにおり。何事ですか。私ですか。行くぞ。天地万物を切ると。準備です。普通も絶望。キロ、行こう。タラス、了解。ドロンメ、全クラウン王国の光のもとにひざまずきなさい。行くぞ。天地万物を切るとはこう。キロ、行こう。タラス、準備できました。帰ってください。準備で。普通も絶望もない世界、ガーデンオブシャングリラ。行くぞ。天地万物。キロ、行こう。タラス、了解。クラウン王国の光。準備できました。普通も絶望もない世界、ガーデンオブシャングリラ。行くぞ。天地万物を切る。キロ、準備。行こう。タラス、了解。準備できました。帰ってください。私はここにおる。準備ならもうできています。キロ、行こう。タラス、準備で。普通も絶。行くぞ。天地万物を切るとはこういうことだ。ドロンメ、全速力で行きましょう。クラウン王国の光のもとにひざまずきなさい。キロ、行こう。タラス、行くぞ。天地万物を切るとは。準備できました。帰ってください。準備できました。普通も絶望もない世界、ガーデンオブシャングリラ。行くぞ。天地万物を切る。キロ、準備。行こう。タラス、了解。ドロンメ、全速力。クラウン王国の人。準備できました。普通も絶望もない世界、ガーデンオブシャングリラ。行くぞ。天地万物。キロ、行こう。タラス、準備できました。帰ってください。
あなたたちがいるべき場所へ。準備です。ツーモゼス行くぞ。ベンチ万物を切ろう。行こう。トロンベ、全速力。クラウン王国の光のもとにひざまずきなさい。行くぞ。エンチ万物を切るとはこう。準備できました。帰ってください。キロ、ジュピコ、準備できました。普通も絶望もない世界、ガーデンオブシャングリラ。行くぞ。エンチ万物を切るとはこういうことだ。準備できました。普通も絶望も。トロンベ、全速力。クラウン王国の光のもとにひざまずきなさい。行くぞ。ベンチ万物へ。準備できました。帰ってください。キロ、準備。行こう、タラス。了解。準備できます。普通も絶望もない世界、ガーデンオブシャングリラ。行くぞ。ベンチ万物を切るとはこういうことだ。キロ、準備。行こう、タラス。了解。トロンベ、クラウン王国の光のもとにひざまずきなさい。